圧巻にしようかな。でも温めるのめんどくさいしな。うわ、にゃーにゃーにゃーん、ゆうひゆうひ、お疲れにゃーん。また出てきた。なんでいつもそんな元気なのよ。こっちは毎日残業でヘトヘト。今日くらいはゆっくり寝ようと思ってたのにな。今日くらいってユッフィーいつもずっと寝てるにゃん。いいのいいの、布団の中はユートピア。この時期冷え性の女子は体温を保つのに忙しいんだから。言っとくけど、スマホと毛布さえあれば3日はいけるから。自慢することではないにゃ。それにユッフィーばっかりベッドと布団があってずるいにゃ。あんたはずっとカプチーノに入ってるから冬でもあったかいんじゃないの。この季節は継ぎ足ししないとすぐ冷めて大変なのにゃ。ちなみに今猫用の家具もあるって知ってるにゃ。何それ。それに CM まであるにゃ。は？今日はユッフィーにその動画を見てもらいたいにゃ。わかったよ、見ればいいんでしょ。見れば。それではにゃん、に、いち、スタート。普通の家具じゃないの？家具です。あれ？猫です。え？猫家具です。猫ちゃんのサイズになってるの？大川家具は職人が作る良質な家具です。その技術とセンスを証明するために猫家具を作ってみました。気まぐれで自由奔放だけど心地よい場所に対してはすごく貪欲な猫。そんなわがままな猫も満足させちゃう家具。それが猫家具なのです。猫家具。使い心地はやっぱり猫ちゃんサイズだ。ご覧の通り。大川家具は誰の要求にもどんな要求にも応えます。気持ちが良さそう。職人メイド大川家具。ねえ、とっても気持ちよさそうだにゃん。今日本有数の家具の産地である福岡県大川市が技術を PR するために猫家具を製作して話題なのにゃ。あ、拍手。サブねえユフィ、勝手にゃ。もうちょっとしたらこたつ出すからさ、待ってよ。こたつは低温やけどするからダメにゃ。ここで猫の豆知識。猫は鼻で気温の変化を感じ取って最適な温度の場所に移動するんだにゃ。 0.2 度の温度上昇、 0.5 度の温度低下に反応する優れものなんだにゃ。あと猫は毛の量で体温調節しているのにゃ。毛が伸びる伸びる、ユーフィー。何よ。この部屋相当寒いんだにゃ。このままだと、このままじゃ風邪ひいて寝込んじゃうにゃ。猫だけに、にゃんにゃんにゃん。何そのギャグ。寒い寒い、あー寒い、寝よ。カプチーニャ、おやすみ、グッナイ。寒い寒い寒い。猫家具からの猫ギャグ失敗だにゃー。